リーゼが成長の原動力はファンだと明かした彼らは最近大根とのインタビューでブリーズリーゼのファンに対する愛情を伝えた翔太郎はブリーズはなくてはならない存在ブリーズがそばにいるからもっと一生懸命にやれると話したリーゼのデビューから1年がたった今アントンはステージからブリーズを見るたびに不思議な気持ちになると微笑んだ 彼は、場所の代償は関係なく、その日に僕たちを見に来てくれるブリーズがいるということは感謝すべきこと、とし、当然なことだとは考えていない。ファンに対する感謝は忘れない、と強調した。リーゼは自分たちのステージを完成させてくれる最後のパズルとして、ブリーズをあげた。運足は、ステージからブリーズを見ていると、気分が良くなる。 ファンの方々の感情がそのまま伝わるからだ、と話した。孫ちゃんはブリーズに急速充電器という甘い表現を使った。ブリーズは僕の原動力であり、急速充電器でもある。元気がない時もファンのことを考えるとすぐ元気が出る、と告白し、オンビンはブリーズに、これからも、ブリーズの誇りになれるように努力する。ずっと会える仲になりたい。 ありがたい気持ちを忘れずに成長すると約束した。最後にソヒは、ブリーズはリーゼの理由で原動力だ。僕たちの理由も、ブリーズが喜ぶから、だ。このインタビューもブリーズが喜ぶだろうと思っていった、と付け加えた。